こんにちは、ハーモニカ奏者の広瀬哲也です。今からハーモニカ専用のマスクについてご紹介したいと思います。なんか小銭入れみたいなね、こんなもんです。はい、たったこれだけのものです。ここにゴムが入ってまして、かなり幅広です。ハーモニカを入れていただきます。ハーモニカのハンバーガーみたいなもんだと思ってください。ここの部分に今ハーモニカ入ってないんですよ。吹き終わったら、ここの加えるところを触らないように端っこを押します。そうするとこのまましまえるわけです。これで持ち運びができるということです。つまりハーモニカのマスクでありながら、ハーモニカのケースでもあるわけです。演奏するときですけど、この後ろ側の部分を押します。本当にハンバーガーのね、紙をこうガサガサ剥いていくような感じです。で、使う部分を徐々に出していくと、この加える部分をとにかく絶対触らないようにすると。